知床遊覧船沈没の社長は腹立たしいのですが、お二人はどう思いますか？多かれ少なかれそういう経営者と社長増えてますよね。だから異業種参入じゃなくて、そのこれは儲かるかもしれないから事業に手を出すみたいな、知らないでやって、で本当にこの人はやっぱり素人だったと思うんだよね、船舶運航みたいなことに関してね、うんうん、だからそれはやっぱりこういう人が入っちゃうと不幸が、事故ってさ、いくつかの要因が重なるこうなるわけじゃない、うん、でも本当に一番なのは、まあ船を出すか出さないかっていう最後のそこだけだよね、これはね、うん、どうもね、船になんか不備があったというよりも、そんな単純なことのセーフティーがかかってなかったのかっていうね、話で。そうすると、今度いろんなことをみんな考え出してさ、冬の海にさ、乗り出すのは何事かって言ったりする人がいるじゃない。そんなさ、はい、冬の海に出たから船は沈まないし、出ちゃいけないとかって、それも俺は違うと思うんだよね。うん、だからこういう人は、やっぱり、船の業界に入ってきたこと自体で、船の、業界がすごく大打撃を被ってるのってのは、やっぱり僕なんか船結構好きだから、知り合いも多いから、やっぱり、なんかこう、ほっと腹立たしいっていうか、やっぱり命に関わることは素人はやっちゃいけないんだよね。うん。介護業界とかも結局なんかお金儲けのためにいかにこう職員をこき使うかみたいなところで利益上げるところもできたりしてるんで、なんかだんだんそういうなんかまあ金のために普通だったらっていうのをやらなくなって手抜いてっていうのが増えてるなっていう。だから命に直結する人は直結する。だけどそんなにないんですよ、今回のケースみたいなことって。まあレアですよね。レアというか、だけど起こるんだよね。で、起こった結果がこんな大惨事になっちゃったって、本当に悲しいよね。なんか最近ではそのなんか災害で太陽光パネルがなんか土石流で流れて被害がありましたとか、やっぱりある程度これはまずいよねって言ってる人がいるけど、でも法律上問題ないからやっていました、で結果として被害が出ましたっていう、なんかそういうパターンが増えてる気がするんですよね。いやだから法律は追いつかないよ、だってやってることが新しいんだもん、はいはいはい、その法律自身の方が追いつかないし、異業種参入で勝手にこうなんかごちゃごちゃになっていくとか、うん、昔は性善説でそんなことしないよな、だって船だよ、船出す人間ってのは命を預かるんだからって思ってるわけじゃないですか、うん、それを平気でやってってしまってるっていうのは、まあ、うん、思いもよらない犯罪が、うん、やっぱこれから起こってくるよね。チャンネル登録よろしくお願いします。